はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日なんですけども2月の8日月曜日というわけでマンデープログラム、はい、毎週来てるね。やばいよ、頭おかしいよ。というわけでまあ並んでいきたいと思うんですけども、本日ねコラボといいますかボックスロゴ出ますね。まあ正直キスでボックスロゴって別にそんなですからね。正直シュプリームと違って別にそんなに競争率がっていうわけではないんですけども、僕あんまりよく調べてないですね。ちょっと後で調べたいと思うんですけども、なんか黒人のそういう記念日みたいな、ブラックヒストリーマウス、まあ黒人文化のあれじゃないですか。まあそれの有名な方が書いた人がいるので、現代アートみたいなものがあって結構かっこいいなっていう、かっこいいっていうか、なんか普通に作品としていいなと思ったものが結構あったので、ちょっとね買っていきたいなと思います。もうキス前にいるんですけども、まあ余裕っすね、もう余裕っす。もうこれ並びじゃないっす、もうこれ全然並んでないですね。とりあえず行っちゃいましょう。はい、というわけでね、先ほど言ったブラックヒストリーマウスを記念してって書いてあるんですけど、昨日夜ちょっと調べたんですよね。まあ簡単に言うと黒人の方がなんていうの、人権を取り戻すというか、というそのための活動したに近いですねこれ。まあ僕はねそれよりもこの黒人アーティストとコラボレーションしたカプセルコレクションを販売いたしますので、僕ねこれ欲しいんですよ。画像あれなんですけど、これっす。これの T シャツ欲しいなっていう、なんか絵の具で顔面ブチャーってなってるやつ。制限っていうかボックスロゴ1個までとかあるかもしれないんですけど、これちょっと画像の方見せるんですけど、まあこれをねちょっと買いたいなと思います。まあ2つやな、これ3種類コンプリートみたいなこと僕しませんよ。いや毎週買ってたらやばい、さすがに。まあロンティと T シャツの2種類出るそうで、金曜日に東京限定で発売されて、キューピッドも発売されたそうですね。出てたね。まああの時僕普通に渋谷行ってね買おうかなと思ったんですけど、いやー俺キューピッドちゃうやろと。そのキューピッドを欲しいって言ってた友達がいるので、あったらね買っていきたいですね。あとそうトリーツ、バレンタインですね。あれ美味しそうじゃない、トリーツのやつ見た？見た。ねあれ超美味しそうだね、いちご味のなんかね。後で注文していきたいなと思います。1枚2枚まあ買えればいいかなって感じですね。とりあえずねあと1時間並んでいきたいなと思います。はい、今ね10時16分、結構並んでますね。15人ぐらい並んでます。まあそんなことはね本当によろしくて、皆さん知ってます、キスパリスがねそろそろ結構準備してますよね。ロニーさん、お店の内装やばいよね。お店なんか広くないっていうか、もう美術館じゃんってぐらいね。そうそうそう、日本と全然違いますよね。パリはやっぱりその分なんていうんだろうな、美術館っぽくしてんのかなっていう印象ですね。だってこの画像あるんですけど、まあミスあこれ載せるんです。これもう完璧じゃない、完璧ね、構図が完璧すぎるっていう感じですね。毎日のようにフランス渡航って調べてるんですけど、今ねフランス行けないんですよね。行けないよ。僕たちが行けないのはまあ分かるんですけど、EU 内でもフランス以外の国だから、ベルギーとかそういうそこでもダメらしいですね。それもダメなの、イタリア人の人も無理らしい。相当行けないで、でしかも6時にはもう外出禁止令が出てて、でマスクしないと罰金100ユーロみたいな、2回目200ユーロみたいな。でそれでもまた守んなかったら懲役は捕まるみたいな、結構きっちいよねっていう感じっすよね。それだけやばい状況にもかかわらず今準備してるってことは、まあでもどうなんだろうね。さすがにでも18時からさ、もう作業できないじゃん工事。多分2月のオープンは無理だと思うよ。2月はきついんじゃない？いや無理でしょ。だから3月とかっすね、タイミングあったらねフラッと行きたいっすね。フラッと行きたいっすね。普通の人はフラッと行きたいけど、フラッと行きたいっすね。なんか限定のアパレルとか何が出るかちょっと分かんないですけど、それ欲しいじゃないですか。結局ストック X で日本のやつとかも売られてないし、なんなら僕パリのやつと日本のやつ交換してもいいですからね、アパレル現地の人と。だからねフランスの知り合いそんなにいないんですよね。一人ぐらいいるんだけど、その人に頼むのってさちょっとおこがましいじゃん。それじゃ自分で買いたいしみたいな感じなんで、生きてたらいいなって感じですね。いやフランスな、かっこいいよね。いやフランス行っていいね。ちょっとねフランスとかも視野に入れながら今後活動したいですね。まあとにかくアパレルは絶対に欲しいんで、無理なものは無理かもしれないですけど、まあどうにかしてね買いたいねって感じですね。ロニーさんのインスタとかね見るとねよく載っているので、ぜひ見てください。40分ぐらい並びます。はい、だいたいあと5分前ぐらいですね今。あと5分ね。5分前ぐらいなんですけども、現在人数がなんと ABC の時の2倍は並んでますね。これ大体30人ぐらい並んでんのかな、すごいですね。なんでかな、なんでだろうね。やっぱボックスロゴっていう効果があるのかな。めちゃめちゃ並んでますね。で今回の T シャツ、お店の方に聞かないとちょっとわからないんですけども、まあもしかしたら限定かもしれない。で僕が知ってる情報だと、収益の半分がグラフィックティーの方ですね。それの 50% が寄付に充てられるそうで、素晴らしいね。だから実質俺買ったら寄付した、偉い、俺は偉い。
で数ね、なんか少ない、なんか前で噂があったらしいんですけど、これは少なくないと思う、少なくないと思うし、3番目ならね絶対買える。で原数は特になくて、まあ価格1個ずつ買えるっぽいですね。中入んないとまだ分かんないですけど、まあ、言うて僕全種類買いたいっていうのはないので、なんか美術館に置いてあるようなグラフィックティーとボックスロゴを買えばいいかなって感じなんで、まあ、サイズ感とかも変わんないしね、 XL あればいいかなって感じですね。まだ5分一瞬なんで行ってみたいなと思います。これの XL1 枚と XL1 枚、あのボックスロゴの顔のやつ、そうです、それの XL1 枚作って、計2枚、はい、XL と、そうですね、はい、なんか店頭限定とかなんですか、これ違います、これは店頭限定じゃないです。ああ、どこにもあるみたいな。ブラックヒストリーマンスで黒人アーティストをフューチャーして、それぞれアーティストの方がのこちらは作品で、こっちはキスのロゴをそれぞれアーティストがデザインして、収益の 50% がそのアーティストに送られる。ダチス募金そうですね、ありがとうございます、はい、他にも後でちょっとゆっくり欲しいもんがあったら追加します。はい、これ残ってますね、普通に刺繍ではないんだね、クルーネ服色全然違うよね、白とちょっと緑がかってるみたいな。まだありますよ、ジャミーギガリオ、まだありますジャミーギガリオ、確かにこれ可愛いすごいっす、店員さん重宝だ、ダンクの灰がある。で、まあこんな感じで、はって感じですね。これ人気なの、これやっぱダンクが最近出た人気なのか、それは人気かどうかわかんないけど、まあ、僕はいいや、俺はカレーが欲しかったからちゃんとありますねっていう感じですね、はい、というわけで行ってまいりました、キス東京ですね。これ限定メニューのアイスですね。これも絶対食べたいなと思ったんで、これ絶対美味しいでしょ、これは絶対美味しい、早く食べないとね溶けるんですよ。なんかザイチゴって感じしない、いっぱい入ってる、チップはハートになってるんですよこれ、はい、というわけでね、キストリーツがちょっと爆音すぎたで移動してきたんですけども、キストリーツの中のボックスロゴ、バラのボックスロゴとかも全部残ってましたね。残ってて、まあ、そんなにすぐ売り切れるもんじゃないと。結構今回は人並んでましたね、びっくりしました、やっぱり人気だったのかなって感じですね。今回僕が購入したものなんですけども、こちらのグラフィック T シャツを2枚購入しました。これとこれっすね、これ店員さんが激推ししてたんですね。これ春着れるっしょ、もう春先で着れる色柄というか。でこちらね、ボックスロゴ、ボックスロゴね3種類あったんだけど、ちょっともう一つと迷ったよね。でなんかね、キューピッド T かな、キューピッドシリーズに関しては店舗限定らしいです。まあ、でもちょっとね、自分のサイズがなかったりとか、自分あれは可愛すぎるなっていうキューピッドちゃうなみたいな感じだったんで、買うのは控えました。いやこれ良くない、これめちゃめちゃ可愛くない、これもう今すぐ着てもいいもん。これいやこれ一枚寒いっしょね、これ一枚寒い、もうちょっと暖かくなったら即開けます、ね、でトリーツのアイス、なんかすごいザックザク感半端なくない。まあ、ちょっとねやっぱキスのアイス高いって言われがちですけど、割とお腹いっぱいになりますよね。こちらもねバレンタイン限定のメニューとなってまして、2月14日までなので、ぜひね食べてみてください。結構美味しかったよねこれ、でも女子受けはある、でもなんかいちごいちごしてない。はい、というわけで今週はね想像よりも並んでてびっくりしたっていう週ですね。まあそれ以下もそれ以上もないですね今日僕普通に大遅刻したんですけど、30分って言っときながら50分ぐらいに着いて、あやべえなみたいな、30分の時点で3人とかだったでしょ。僕50分に来ても僕が3人目だったらしいね、もうそれで全然来なかったけど、やっぱ1時間前ぐらいにバッと来たって感じですね。まあでもみんな余裕で品切れとかなく普通に買えたんで、特に M とか L だったらもう何夕方行っても買えるんじゃないっていう、明日の朝行っても買えるんじゃないっていうぐらいの感じだったんで、別にそんなに取り急ぎっていうものではないですね。ダンクハイがねリストックしてましたね、結構みんな結束変えて買ってましたね。僕サイズないんで、これをつってね
僕サイズがなかったんで特に買おうという感じはなかったけども、まあサプライズみたいな感じであったんで、キス来たら別に月曜とか言わずに、まあ店の中入ってみてありますかみたいな確認するのもありかもしんないですね。そうです。レディースのさ新作のなんか T シャツあったじゃん、あれ可愛いよね。あれはあれめっちゃ可愛いなと思ったんですけど、僕レディースじゃないんで残念ながらちょっと購入には至らなかったっていう感じですかね。キス21年 SS もうすぐ公開ですよ。ロニーさんがねもう着させてましたよ、もうスタイリング。もうそろそろねまた爆買いのシーズンが来ますね今年はちょっとお花柄が多いのかなっていう。あとあれペイズリー結構ロニーさんあげてたんで、まあ、そっちの展開もあるのかなって思います。まあ、日本人ねペイズリー大好きだからね、まあ、僕あんまペイズリー着ないじゃないですか。あんま着てるイメージない。そうだからまあちょっとねいい感じのインラインのモデルがあったら買いたいなっていう。まあパンツとかねあったらねなんか買いたいなって感じなんですけど、どうすかね。まあとりあえずねもうちょっとしたらテザーじゃないけどキスこれみたいな感じ始まるので、ぜひねそちらの方注目してみてくださいという感じで、ね、今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあねバイバイ。